ジャーマン・フラッツへの攻撃は、アメリカ独立戦争中の1778年9月17日、イギリス軍を支持するロイヤリストとイロコイ連邦インディアンの混成部隊が、ジャーマン・フラッツ前線開拓地を攻撃した、戦闘である。攻撃は、ロイヤリストとイロコイ連邦の混成軍によって行われ、全体の指揮は、モホーク族指導者、ジョセフ・ブラントが取った。 彼ら家屋や納屋を破壊し、作物を痛め、家畜は自分たちで使うために連れ帰った。開拓者たちは、アダム・ヘルマーが勇敢にも急報したことで、地元の取り出に逃げ込むことができたが、軍事的に脆弱だったため襲撃を止めることはできなかった。このブラントの攻撃は、彼自身はあるいはロイヤリストやセネ家族の指導者が指揮し、 ニューヨーク西部やペンシルベニア北部フロンティアに対して一帯一連の攻撃の一つだった。これに対してアメリカ側の指導層は色コい族領内にあるブラントの前進基地を破壊する遠征を命じた。1777年10月のサラトガの戦いでイギリス軍将軍ジョン・バーゴインが敗北、ハドソン川流域の支配をめぐって展開していた。 サラトガ方面作戦が失敗に終わると、イギリスは1778年1月23、植民地との和解を提案したが拒否された。二つ前同盟条約締結直後の1778年3月17日、イギリスはフランスに宣戦線復刻した。これにより、宣戦線が拡大したため、その後のアップステートニューヨークにおける戦争は、大規模な海戦ではなく、 いわゆるフロンティア戦争となった。ケベック植民地のイギリス軍当局は、フロンティア戦争の一環として、ロイヤリストとインディアンのゲリラ戦士に、物資や武器を与えて支援した。1777年から1778年に、かけての冬、ジョセフ・ブラントなど、イギリス軍と同盟したインディアンは、ニューヨークとペンシルベニアのフロンティアにある、開拓地攻撃の作戦を立てた。 1778年2月、ブラントは、おなかがに、作戦基地を設立した。色恋族やロイヤリストの混成部隊を重保し、5月に行動を始めた時は、総勢200内し300名になっていたと推計されている。ブラントの目的の一つは、部隊の食料を確保することであり、また、サスケハナカ国での作戦展開を計画していた。 ロイヤリストのジョン・バトラーの舞台にも食料を供給することだった。ブラントは5月遅くにコブルスキルを襲撃することでその作戦を開始し、夏の間フロンティアの集落に対する襲撃を続けた。ニューヨークのフロンティアを示す地図。石点はモホーク川両岸にある2つの砦で、青点はインディアンの集落、ユナディラとオナカが。 ブラントは7月にスプリングフィールドとアンドラスタウンを襲撃した時、生き残った者に間もなくジャーマンフラッツを攻撃することになると警告した。ジャーマンフラッツの開拓地は1723年にドイツのプファルツ地方からの移民によって設立されていた。この地域はピーター・ベリンジャー大佐が指揮する地元民兵連隊が防衛に当たっていた。 モホーク側の両岸にデートン砦とハーキマー砦の二つがあった。ブラントは9月よりも前にジャーマンフラッツ襲撃を計画していたが、ジョン・バトラーがいなかったので遅れた。バトラーは7月にワイオミングバレーの街への攻撃を行った後、ナイアガラトリデに戻っていた。この時、バトラーズ・レンジャーズと呼ばれていた部隊のために兵士を徴兵するため、ウィリアム・コールドウェル隊員を おナカがに派遣していた。9月初旬、バトラーが戻ってこないことが明らかになったので、ブラントとコールドウェルはその時の軍勢だけで遠征を始めた。インディアン集落で、おナカが近くのユナギラを立った時の正確な舞台構成は不明である。複数の資料では主にも、ホーク族で構成される色い族が152名いたことでは一致しているが、 ロイヤリストは200名から300名となっている。ジョセフ・ブラント、ギルバート・スチュアートによる肖像画1786年作。ベリンジャー大佐は、ブラントが攻撃を計画しているという警告を受け取っていたので、情報を集めるためにユナディラの方向に石膏を放っていた。9月16日、ブラントの中隊が9人の石膏部隊を打ち破り、数人を殺し、 残りは追い散らした。生き残った者の,の中にアダム・ヘルマーという者がおり、ジャーマン・フラッツに警告を伝えるために26マイルを走り通した。ベリンジャー大佐は連帯の召集を行い、ジェイコブ・クロック大佐には援軍を要請する急使を走らせ、一方で開拓者には砦の中に避難させた。ヘルマーが警告を伝えた9月16日夜から、 それほど経っていない時刻に、コールドウェル、ブラントとその部隊が、ジャーマンフラッツに到着し、翌朝に攻撃を始めた。開拓者が砦に避難していたので、この襲撃隊が捕虜を取ったり、人を殺したりする機会はなかった。砦の前で、G 行動を行ったが、銃火器がなかったので攻撃を仕掛けることはできなかった。代わりにもホークガー岸にある集落を暴れ回り、 63件の家屋とほぼ同数の名や3件の粉引き場1件の製材所を破壊した。多数の馬、牛、羊を追い出し連れていけない家畜は殺した。無傷で残っている建物は鳥で1件の名や教会、牧師館及び数件のロイヤリスト家屋だった。その破壊で700人以上が家をなくした。ヘルマーの警告があったので、 開拓者の中で殺されたのは3人だけだった。コールドウェル隊はその部下に、ジャーマンフラッツの住人が、石膏の一人から、我が軍が来ていることを知らされなければ、取り出に入っていなかったであろう。それならば、住人の大半を殺すこともできたと記していた。襲撃隊が去った後になって、クロック大佐の連隊が到着した。その民兵隊は襲撃隊を追跡したが、 追いつくことはできなかった。しかし、アメリカ側に友好的なオナイダ族やタスカローラ族がブラントの留守につけ込んでユナギラを襲撃、ブラントがジャーマンフラッツに行く途中で捕まえていた捕虜を解放した。アメリカ側は10月初旬に報復のための襲撃を観光し、ユナギラとオナカガの集落を破壊した。ジョン・バトラーの息子、ウォルター・バトラーとブラントは、 シェリーバレーに対する報復遠征を行い、11月に虐殺を行った。ブラントとバトラーが行ったこの虐殺や他の敵対行動があったので、大陸会議は大陸軍による色濃い領土への本格的な遠征を承認した。1779年、ジョン・サリバン将軍とジェームズ・クリントン将軍が指揮したサリバン遠征では、イギリス軍のために戦っている色恋族の集落を、 組織的に破壊したが、フロンティア戦争を止めさせるまでには至らなかった。特に、ジャーマンフラッツ地域は繰り返し襲撃の標的となった。ウォルター・ディ・エドモンズが1936年に表した小説、ドラムズ・ズアロング・ザ・モー・ホークは、アダム・ヘルマーが走って警告を伝えた話を伝え、川沿いのドイツ系開拓地の概要を伝えている。この小説をもとに、 ジョン・フォード監督が1939年に、モホークの太鼓という映画を制作した。ありがとうございます。